映画が大好きな私が過去に見た作品を記憶にある限り大体な感じで紹介します。ネタバレ、うろ覚え、設定間違い、適当な説明、ざっくり感などを含みます。キャラクターの名前なんて覚えちゃいません。あらかじめご了承ください。苦情は受け付けない。パペットマスター2。1991年のアメリカのホラー映画。私の好きな映画パペットマスターの第2作目。昔人形使いのおじいさんがホテルで自害されてから50年後らしい。だが前作からどのくらい時が経ってるのかわからない。前作で意味深なラストを見せたホテルの持ち主の未亡人は、何者かの手によってひどいことをされ亡くなってしまっていて、一緒に生き残っていた予知夢の男は病院に収容されてしまっている。前作の出演者たちの名残はどこにもなくなってしまっている。しかし人形たちは相変わらず画面狭しと暴れ回る。アニメーションも前作よりやや滑らかになった気もしないでもない。前作に出演していた5体の人形たちに加え、今回は新顔の情け容赦なく焼きまくる鉄人バーベキューが登場。火炎放射器になっている手から炎をぶっ放して大活躍。今回も作り込みのやや荒いストーリー展開ですが、個人見解、怖かわいい人形たちを見ているとなんだか癒されます。今作では人形たちが何体かやられてしまいますが、人形使いの人形たちへの愛のなさがやや納得いかないし多少鼻につく。前作で人形たちを隠して自害した人とは別の人なんじゃないだろうか。50年も墓の中に入ってたので愛情が劣化してしまったのかもしれませんね。そしてラストに出てくる人形が一番気持ち悪いかも。それではこっそり豚の脳みそを混ぜるネタバレ。またまた人形使いがいたこのホテルに調査しに来る奴ら。別行動の超能力者の女は地元のおばさんに警告されてる。ホラー映画の人たちは地元の人の話は聞かない。こいつらの話では前作のホテルの持ち主は脳を抜かれて亡くなったらしい。意味深な終わり方だったけど関係なかった。庭には掘り返された人形使いの墓。早速人形たちに連れてかれる超能力者の女。うっかり監視カメラに映っちゃうドリラー将軍。ヒロインの弟の脳天かち割ってしまうドリラー将軍。みんな悲しみながら弟を冷凍庫に保存する。なんですぐに警察呼ばないのよ。解剖されるドリラー将軍はモーターもないのに動いているぞ。女超能力者の息子が母を心配して訪ねてきたし、自分がホテルの持ち主だという怪しすぎる男もやってきた。やや雑に登場人物が増えていく。その頃地元のおばさんは人形たちに襲われていた。なんとかディープスローターをやっつけることに成功。でも鉄人バーベキューに燃やされてしまったぞ。脳みそを持ち帰ってくるガリガリ博士たち。やはりこの男は生き返った人形使いだ。人形使いは妻を生き返らせ生命の汁を作るための脳が必要らしい。ディープスローターを失ったことを大して悲しまない人形使い。おめえのために働いたのによ。妻とエジプトに行った時に生き人形の秘術を教わった思い出に浸る人形使い。もっと脳みそ持ってこーいと命令する人形使い。ついにあまり出番のなかった調査隊の残りの人たちも襲われた。いつの間にかいい感じになっていたヒロインと女超能力者の息子。夜中に人形使いの部屋に忍び込むヒロイン。なんと人形使いと妻の精巧な人形を発見したぞ。なぜかヒロインのことを妻だと思っている人形使い。なんでなんだ。ヒロインの目の前で自分の人形に乗り移る秘術を見せる人形使い。駆けつけようと鉄人バーベキューと戦う超能力者の息子。自分たちも生命の汁が欲しい人形たち。そして物語は人形大切にしようと思う展開へ。星 3.5 通。終わり。